花は散りゆく東の都、桜は惜しくも花より団子、花も腹をも満たせぬものか。新潟新食、上越至極、飯がうまくて強越至極、武士飯、越後の国編、海鮮。キャツラは何じゃ、なんという風格。これは何じゃろうな。これはオムじゃ、オムの飯じゃ、ついにオムライスじゃ。ふわふわじゃ。老舗でかもり七福食堂に来たわけじゃが、キャツラは何じゃ、なんという風格。よもや拙者と同じく戦国よりタイムスリップしてきたのではあるまいな。上杉四天王の一人、宇佐美定光。上杉家二代当主、上杉景勝。社門天の化身、上杉謙信。我ら越後上越、上杉おもてなし武将隊。うますぎ謙信。ほほう、拙者と昼毛を共にしようという腹じゃな。飯だけに。よし、乗った。定食屋の名にふさわしき席の雰囲気。座敷もあるのはありがたい。拙者ら向けじゃな。ここでは拙者がアウェイとかいうやつじゃからの、どうするか。頼む。はい、決まりましたか。わからん。任せる。任せる。かしこまりました。やります。頼む。ここにもサノッチ殿いるじゃん。さて、どんな飯が出てくるか楽しみじゃ。家庭的な雰囲気が良いの。卵で閉じているではないか。懐かしい気持ちになるそばじゃな。カレーも一人前で作ってくれるあたり、特別な気がしてよい。カツの上からかける感じか。あまたの料理を作ってくれるではないか。これは何じゃろうな。主人のフライパンさばきや。よし、飯を使った料理なのか。どうかしおったわ。チャーハンかな。あー、わかったー。オムじゃ。これはオムじゃ。オムの飯じゃ。あ、でもチキン飯で完成ということもあるかも。そんなことないね。なかったね。オムの飯、確定演出じゃ。じっくり焼けておるわ。行け行け。行ったわ。なんという艶。ああ、これはもう手を合わせたくなるの。ありがたい。じゃあこちらで。役者は揃ったの。
七福食堂名物オムライス特盛じゃ。なんと艶やかで綺麗な仕上がりなんじゃ。カルビ焼きは照りが良い。焼きチャーシューとはいかに。卵丼ふわっと乗っておるのが良いの。そしてカツカレー、どれから行くか迷うわ。みんな揃っていただきます。生きるも死ぬも甲冑次第じゃ。伸びる前に天ぷらそば。うまい。ということで我らもいただきます。いただきます。エビも大きくプリッとしておるわ。これは塗っとかないと。塗りますか。優しいつゆの味わいがすするたびに感じられる。いただきます。任せる。シャー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 。なるほど。それケチャップを塗り伸ばすのか。こことここで参ります。おなんか本当にこれ3等分になってるか。真ん中が大きい気がする。ちょっと大きい。それでもちょっと違う気がする。だいぶ違う気がする。ちょっとカーブしてまいりましたが、仲が良いな。上杉はさてはこれは宇佐美の軍略だな。さあさあ親方様、下げ方様、うん、お好きな場所を。今日はグー、じゃんけんほい。あら最初はグー、じゃんけんほい。あ、負けた。2代目じゃあわしが真ん中をいただこう。おいただきます。はい。あ、そういうのを。お、なるほど。豪快に豪快にいけば。さらにこれでも半分。うん、あ、失礼。すごいな、これ。こっからじゃあ押してまいりますぞ。私側から見て右側の方が大きいように思いまするが、こちらも大きいですか。こっち、うん、大きい大きい、うんうん、大きい方がこれはこいいのか。やはりね、ほら腹を透かしては戦はできませぬ。お、真剣に分け合うではないか。微笑ましくて笑ってしまうわ。そばを進めておるがもうなくなりそうな気がする。あ、天ぷらそば、うん、うん。さあ、こちらは。それでは、わし、宇佐美がいただきます。 うまい。よいしょ、うんうん、よいしょ。それがそなたの軍略か。ああ粉々だぞ。もう、うまいですな。七福堂の一気に完食じゃ。うまい。玉ねぎが、対抗せねばな。卵丼うまし。たけのこや玉ねぎの食感、具材を閉じ込める卵とつゆの甘みがうまい。カツカレーはいかに。これはうまいの。薄めの衣のカツにルーが入り込んでおるので味がばらけない。気持ちよいほど。カツの上にカレーをかけるのありじゃ。食べる前からうまいやつじゃな。うま辛のカルビ、強めの味付けがたまらんじゃか。ドメイト、伊坂田ぶりのトメイト。チャーシューは焼き豚じゃが、焼きチャーシューはさらに焼いておるのか。焼いておるわ。どことなくカリッと感、そして香ばしさ、うまいではないか。再びのトメイト。メイトソース。まだあったわ。
トメイト。上杉の笑いに釣られるではないか。いかがされましたか。すみません、顔がトメイトのようです。汗が吹き出しております。壺に入る上杉謙信。うん、うまい。いやー危なかった。ああ戦略事故だ。危ない危ない。ああ負けるぞトメイト。入刀。ついにオムライスじゃ。ふわふわじゃ。うまい。拙者も上杉の真似をさせてもらおう。今拙者をパクった。優しい味付けのチキンライスにケチャップが駆け抜ける。ふわふわ卵も追ってきよる。うまい。玉ねぎは炒めすぎずシャキシャキをとどめておる。この食感が才の子。うますぎ謙信。ぐいぐい来るじゃん謙ちゃん。うまい。うまい。うまいオムライスは人を笑顔にするのじゃな。うまい。もりもり。ここからは本気食いじゃ。カルビからの飯才の子。活気と愛嬌のある女性スタッフたちに優しい笑顔の主人、職人技を見せるおばば殿。温かい人たちだからこそ温かい飯が作れるのじゃな。心に食らうわ。越後に来てより食に向き合えておる。まさに優越。カルビからのカレーライス、そしてカレーを行く。付け合わせの野菜もカレーと共に行ってしまうのがうまい。むしろ食べてる量が増えてる。加速している。上杉たちが実況を始めた。米粒一粒残ってないですか。そう、これはなかなかできる技ではない。だいたい米粒外から逃げる。そうですな。さては笑わせる戦略じゃな。見事な刀さばきならぬスプーンさばき。ああ、見事じゃ。値段冗談と。悔しいが愉快じゃぞ上杉。
下段から。下段こう。上から来るのは上だな。なるほど。足から崩していくという。食べ方を目の前で解説されるとこそばゆいわ。敵をまず中央へに追い込んで、ああなるほど、そこからこう一つ一つこう殲滅していくのがやっぱり上等手段じゃないですか。うん、全くこぼさない。あ、全くこぼさないな。いやいやちょっと待って。なかなかうさみ。お、失礼も。持つ手も震えるわ。何かも入れて。見てみ、キャベツも一つ残らず、うん、これ美しいでしょ。さあ、じゃあもう地球に優しい。フードロスをなくそうというやつだ。おー、じゃあどうじゃあ、世の中こういう問題がたくさんあるんじゃないか、うん、こういう食べっぷりはみんなに見せたいもの。持続可能でございますね。ほら、城が崩れていくぞ、ほら村井さんの城が。おー、やられた。工場戦じゃん。迫ってまいりますわ、ほら、うん、おう、まずは、絡めてから西側から迫ってるんです。そう米粒の足軽がどんどんと口の中へと押し込まれていく。拙者の心の声より面白いのではあるまいか。玉ねぎに特化したオムライスじゃな。食べるたびにシャキシャキが楽しすぎる。皿を回して食べるというやり方があるかな。敵陣をこう自分でこうちゃんと動かして崩していくんですね。そう回して、まさしく立方方向から溜めにくいじゃん。こんだけでかいと敵を手前に回すと、自分の打ち取りやすいところに回して。トロトロした卵がブワッとかかっておるオムライスも良いが、この薄くきれいに包み込むような卵がぐっと良い。和というか、俺もまた王道の姿じゃな。スコートルスプーンやたらとでかく見えるな。スプーンですくうたびにチキンライスの絶壁ができる。飯の三つのたりや、すんごいな。あと少し。カルビもまた家庭的であった。感謝。俺見よう。終盤戦じゃぞよ。最後は肝心者親方様。おお、見ろ。ああ、ことごとくやられておりまする。うん、ここまで来たらばあと少しと思うであろう。おう、ここからじゃ。おう、ああ、今少しというところで気を緩めると、戦何が起こるか分からんからな。おう、最後にもしかしたらもうとんでもないが入ってるかもしれない。おう、油断いたすなよ。わあ、ひっくり返って。おう、ここなら、ここなら。縦直しが肝心じゃん。うん、最後ちゃん、おー、縦直しとか。よしよし、うん、ここまで来たらばもうあと一押し。あとは大将を取るだけじゃ。さあ行け。親方さん、一騎打ちでございます。一騎打ち、誰と。最後一騎打ち。米はいっぱいあるぞ。オムライス。オムライス。あ、まあまあまあ、あれだけあった料理からの一騎打ち。そうですね。はい、なるほど。最後、お客様が。もうちょっと早く言え。もうちょっと行きますな、これ。うん。お、あれ。まだでございます、お客様。ああ、最後。お客様の手段、まだでございます。まあ、最後の一つ目です。ここです。お、行け。これ、見事よ。こたびは勝ち戦。ああ、うん、素晴らしい。素直に言おう、皆で食う飯がうますぎ謙信。
さあ、一献参ろうか。うん、うん、いざ、くぞ。上杉大輔。